こんにちは、斉藤直樹です。今回はこれを言っていると絵が下手になります、上達の機会を逃す人がやりがちな質問ということで、結構ずっと絵を描いてるんだけどなかなか上手くならないんだよなって悩んでいる人がやりがちな質問があるんですよ。この質問を繰り返す癖を持っている人、これはもしかしたらですね、絵だけじゃなくて全てにおいて上達の機会を逃してしまうんじゃないかっていうぐらいアウトな質問なんですよね。今回はそんな絵が上手くなりにくい人がしがちな質問、そしてそれに付随するアウトな口癖を3つ紹介していきたいと思います。まあね、これを聞いた段階で皆さんはいや質問だけで絵の上手さなんて決まらないでしょ、適当なこと言ってんじゃないぞ直樹って思ったかもしれませんが、いやこれはね、自分の成長の機会を自ら捨ててしまうような、そういうね姿勢にもつながってしまいますので、結構根深い問題なんですよ。こう言ってる僕もですね、実は今から紹介するような質問を繰り返しやってしまっている時期があって、今思い返してみるとですね、その頃は不思議なくらい上達しませんでした。でもある時その質問こそが自分の成長の機会を邪魔してしまっているんだなっていうことに気づいて、そしてそれを意識的に改善していったんですね。そしたらですね、不思議なことにぐんぐんと成長していけるようになっていったんです。その質問とは何か、僕がついつい言ってしまっていた3つの口癖、それはこれはやった方がいいんでしょうか、それもう知ってます、もっと早く知りたかったです。順番に解説していきますね。これはやった方がいいのでしょうか、これはやった方がいいんでしょうか。皆さんどうでしょう、この質問ついついやっちゃうことってありませんか。これ僕もですね、高校生とか中学生の時によく言っていた質問でした。なんでねこういう質問するかっていうと、思い返してみるとある不安があったからです。それは失敗したくないとか時間を無駄にしたくないみたいな不安です。こうやった方がいい気はしてるんだけど、でももしそれを実行して失敗してしまったら、自分が進みたい進路の障害になってしまったり、ものすごく遠回りをしてしまうんじゃないか、怖い、そういうね恐怖感があったと思うんです。そしてね、周りの大人たちにこう聞いてしまうんです、これやった方がいいでしょうか。そういう風に、なんだろう、これ質問っていうよりかはこう確認なんですよね。ある意味ね、攻略本を見るような感覚です。先に失敗しないための確認をとって、でよし間違いないってなったら、その行動をコスパよく行おうっていう、まあね言ったら浅知恵なんですけど、僕もまさにそういうところありましたね。皆さんもこういう質問した経験ありませんでしょうか。でもね、思い出してみてください。皆さんこういう質問を大人に投げかけた時に、その大人ってどういう返答をくれましたか。僕はこういう風にした方がいいと思ってるんですけど、やった方がいいでしょうか。そんな風に自分なりに意を決して質問しますよね。でもその質問に対して大人ってね、大抵あっさりとこういう風に答えがちです。うん、やればいいんじゃないって、はい、もう一言みたいにね、とりあえずやってみなよって答えるんですよね。いやあれね、結構聞いてる本人からしたらちょっとこうイラッとすると思うんですよ。いやもっと真剣に答えてくれよって。でね、僕は今41歳です。まあ若者に比べたら結構年がいったおっさんなんですが、同じように10代20代の方からたまにね、これはやった方がいいんでしょうかって聞かれる機会があります。そんな時僕はどう答えるのかっていうと、うん、とりあえずやってみなよです。はい、やっぱりねこう答えるしかないんですよ。お前もやっぱり無責任じゃねえかって思いましたか。いやこれには理由があるんです。あれはですね、僕が同じように不安を抱えていた高校3年生の夏のことでした。高校3年生の夏といえば受験シーズンですよね。僕はですね、春に受験対策を始めたかなりの後発組でしたから、めちゃめちゃ焦ってました。どうしたら合格できるんだろう、一生懸命考えて東京の美術予備校の夏期講習に行くことになったんです。水道端美術学院、略してねドバタって言うんですけど、美大を受験する高校生だったら誰しもが知っている有名予備校です。東京の予備校って、まあこれは東京の予備校だけじゃないかもしれないんですけど、書いた作品、デッサンや色面構成に対してその都度その都度順位がつくんですよね。まあね、例えるならピクシブみたいなもんです。でなんで僕が東京の予備校に行こうと思ったかっていうと、まあ1位は取れないまでも結構いい順位が取れれば自信がつく、勢いをつけるために行こうって思ったんですよ。まあ今にして思うとちょっと自信過剰ですよね。だってね、惨敗することはこの時点では想定してませんでしたからね。まあまあいい順位取れるんじゃんぐらいのね気持ちでいたんですけど、実際
際に東京に行ってみたらですね、もうね、目も当てられないぐらい惨憺たる結果でした。初日の式面構成の課題、確かですね40人ぐらい生徒がいる中で、なんと順位は35位だったんですよ。自信をつけるために行ったのに、もう鼻をポッキリ折られてですね、もう意気消沈ですよね。これはね、もうショックのあまり、地元の予備校の講師に急いで電話をかけました。その講師の先生はね、ドバタに行こうと思ってるんですけど、行った方がいいんでしょうかって、僕がね、質問した時に、うん、お前なら大丈夫だよ。行ってこいよ、とりあえず。とか言ってくれたんですね。お前なら結構いい順位取れると思うよ。なんてね、この先生の言葉があったから、僕は結構調子に乗っていた部分がありましたからね。その言葉のね、責任を取ってもらおうと思って電話をかけたんですね。先生、話が違うじゃないですか。自信つけるどころか、自信喪失ですよ。もうどうしたらいいんですかって。そしたらね、こう言われたんです。え、よかったじゃん、それが分かって。その連中とどのぐらい差があるのか自分で分かっただけでも収穫だよ。だって、その差を埋めれば合格するんじゃん。って。はぁ、言ってること違うんですけど。って、その場ではちょっとムカッとしたんですけど、でもね、一泊置いて、ハッとしました。あー、確かにそうだ。今までは何の指標もなくがむしゃらに頑張ってたけど、今回自分は自分が今持てる最高の武器を使って、実際に受験を争うだろう敵、しかもおそらく日本でトップクラスの奴らと戦って40人中35位、少なくともどのレベルにいるかどうかは理解できた。これってめちゃくちゃ価値の高い発見じゃん。そうなんです。大人がとにかくやってみなよっていうのにはこういう理由があるんです。失敗させないことに価値があるんじゃなくて、自分がこれなら成功すると一生懸命考えたことと、事実成功に届かずに失敗してしまったこと、このギャップに気づくこと、そしてその距離に気づくことに価値がある、そしてその差を埋めていくことこそが成功の仕方、チャンスの掴み方なのかもしれない、そう肌を通して体験できたんですね。その出来事に僕はそういうことを教えられました。失敗しないために、成功の近道を聞くために、これはやった方がいいんでしょうかって大人に聞いて、そして仮に失敗しない方法を与えられるよりも、まずはやってみて、そして失敗して経験して、そのギャップから学ぶこと、失敗から得られる知識の方が圧倒的に深いですし、何よりも自分の力になると思います。これはやった方がいいんでしょうか。そんな風に真っ先に大人に聞かずに、まずはもう失敗しに行きましょう。それが実は上達への近道なんです。それもう知ってます。はい。でね、これについてはもう質問というよりも、質問をして答えをもらった時の態度の話なんですけど、これをやっちゃってるせいで成長の機会を著しく逃してしまっている人が多いんですよね。皆さん、人に何かを教えてもらった時、質問の答えが返ってきた時、ついついこう思ってしまうことってないですか？ああ、はいはいはい。それも知ってます。心当たりある人多いんじゃないでしょうか。これはですね、特に不真面目な方というよりも、むしろ勉強熱心な方とか、あとは努力家な人の方が、自分の知識量に自信がある分、思ってしまいがちなことだと思うんですよね。でもですね、実はこれ一番注意しなければいけないことです。なぜなら、こう思った時点であなたの成長止まっちゃうからです。それも知ってます。そう思った時点で、特に絵はそれ以上成長しません。なぜかというと、絵の上手さは知識の量で決まるわけではなく、どれだけ成長の階段を登ってこれたのかで決まるからです。僕もですね、実は結構、それも知ってます。そんな風に思い上がりがちだったんですね。いや、実はですね、僕もともと人の話を聞くのが苦手で、学校の授業とかで先生が先に重要なポイントを説明してくれたりするじゃないですか。ああいうの全然聞かないんですね。人の話はほとんど聞かないし、アドバイスも受け付けない。まあそれでね、うまくいけばいいんですけど、そのせいでいつも失敗しがちなタイプなんですね。ちょっとね、残念なやつですよね。僕は30歳でキャラクターイラストの世界に転向した話は何度かしていると思いますが、実はね、それまでも全くキャラクターにチャレンジしたことがなかったわけではなかったんですよ。何度かチャンスをいただく機会はありまして、その度にあんまりいい評価は得られずに、次に繋がっていかないということを繰り返していたんです。で、そんな中、僕は大学生の頃から仲良くしているイラストレーターの友達がいて、まあ、ここではね、S 君って呼ぶんですけど、S 君にね、よく絵を見せていました。でもね、S 君は結構正直に絵の感想を言うタイプの人で、なんか、顔がいま
まいちパッとしないなぁ、なんていう風にね、結構辛辣な感想をくれるんですよ。で、さらにね、直樹、キャラクターってさ、目が命なんだよ。お前の目にはあんまり魅力がないんだよな。まあ、独特ではあるんだけど、なんかこう、売れる目じゃないんだよな。もっとさ、目を魅力的に描きなよ。そんな風にね、超具体的にアドバイスをくれてたんですよ。でもね、まあ正直、僕はそれを聞くたびにこう思ってました。はぁ？キャラクターは目が命？いやいやいや、そんなのもう知ってるよ。いや、だって俺もうすでにそう書いてんもん。お前に言われなくても、俺は十分目を魅力的に描けてんだよ。いや、お前がたとえそういう風に見えなかったとしたら、それはお前と俺が好みが違うからだろ。だってお前美人っぽい人が好きじゃん。で、俺はちょっとこう、たぬき顔の女の子が好きじゃん。お前が魅力的に見えないのって、まあ、そういう理由じゃないのって。でもね、この時の僕の態度こそが、僕の成長を止めていた一番の原因だったんだなっていう風に後で知ることになるんです。僕はその後チャンスをいただきまして、3ヶ月間必死でキャラクターイラストの練習をして、そしてね、なんとかキャラクターの仕事をいただけるようになりました。そのあたりの詳しい解説はこちらの動画、イラスト最速上達法で詳しく解説しておりますので、そちらを確認していただきたいんですが、そうやってね、キャラクターの仕事をいただけるようになった頃、S 君はね、実は僕の仕事を裏で見ていてくれて、ある時僕に声をかけてくれたんです。直樹、お前の絵めちゃくちゃ魅力的になったよな。特にね、目が魅力的になったよってね。いや、めちゃくちゃいいやつでしょ、 S 君。でもね、なんかこう、特に目が魅力的になったよっていう部分にね、ほら俺が言った通りだろっていうニュアンスが含まれているような気がして、いや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 、俺最初から目かけてたからって思って、それでですね、以前描いていた自分のイラストの特に目の部分を見返してみたんですよ。そしたらもう笑えるぐらいかけてなかったんですよね。S の言う通りじゃんってね、もう正直ゾッとしましたね。まさにこの時ですね、もう知ってるって思ってしまったら、もうそこで成長は止まってしまうんだなってすごく実感できたのは、はい。だからですね、それ以来僕は謙虚に人の話を聞くようになりましたねって言えればいいんですけどね、本当は。はい、残念、それはね、無理でした。いや、まあ性格丸ごと変えるのは難しいので、今でもね、つい人からアドバイスをもらっても、それが知識として自分の中にあると、つい、はあ、もう知ってるよって思ってしまうことはあります。いや、だってしょうがないじゃないですか、そういう性格なんですから。でもね、僕はついもう知ってるよと思ってしまったら、その後で一つだけ付け加えて意識するようにしたことがあります。そう意識することによって、この問題を解決できたんです。もう知ってると思っても自分の成長を止めない方法、それはでももっと上に登れると思うようにしたことです。この話の冒頭でも言ったように、絵の上手さって知識の量で決まるわけではなく、実際に登った成長の階段の高さで決まるんです。もっとね、簡単に言うと、絵はスポーツに似ていると思います。例えばね、サッカーの初心者が本田圭佑選手にシュートの打ち方についての知識をみっちり1時間教え込まれたとするじゃないですか。そしてね、講義が終わって、さあ蹴ってみてくださいって言われたとしても、まあ、いきなりね、上手いシュートを打てるようになっているわけないじゃないですか。何度も何度もその言葉を頼りに練習して、技術が体に染み込んで、あ、そういうことかって腑に落ちた瞬間、それまでよりもシュートがうまく打てるようになる、そういうもんだと思うんです。知っていることとできることって全く違うんですよね。絵もそれと同じだと思います。知識として知っているからといって、上手い人と同じようにはなかなか描けない。それは自分の体を使って登った成長の階段の高さが足りないからです。ここにね、それがよくわかる絵があります。この絵ですね。この絵は僕が S 君から目のことを褒められた後に描いた絵なので、目の描き込みが大事ということはもうすでに知っていました。まあ、この絵を描いた時点ではですね、もうこれが限界だと思っているんですよ。でもそれと同時にですね、ああいう体験があった後なので、いや、もっと上に登れるはずとも強く思っていたんです。なので約1ヶ月後ぐらいですかね、さらに目を魅力的にすることによって、この絵はさらに魅力的になるはずという仮定のもと、実際にね、やってみたら
こうなりました。見比べると結構可愛くなっていると思いませんか。真ん中に入っている白いハイライトが大きくなっていることと、まつげの部分の描き込みが増えているのがわかると思います。まあ輪郭も変わっていてね、その印象も大きいと思いますが、ここでは目のことだけに集中してお話ししますね。今紹介したちょっとした手数だけでかなりね可愛くすることができました。でここでもね、もう絶対にこれ以上魅力的にならない、完璧だって正直思っていたんですけど、でもここでもいやいやもっと上があるはず、そう思い直してですね、また1ヶ月後さらに目の描き込みを見直してみました。それがこれです。はい、さらに可愛くなってませんか。全部並べて見比べてみましょう。はい、まあおそらくね、好みの問題もあったりして、あっさりした書き込みが好きな場合もあると思うので、一概にはね、どれがいいっていう風に言い切ることは難しいかもしれませんが、左に行くに従って目力がアップして、より魅力的な目になっているのがお分かりいただけると思います。同じね、目の書き込みが大事という言葉を頼りに目を書き込んだにもかかわらず、全然結果が変わっていますよね。これが成長の階段を登ったことで生じた結果の差ですね。そして今最初のやつを見直すと、なんでここで書き込みやめちゃったんだろうって思うんですよね。もし仮に僕がこの人にアドバイスするとしたら、やっぱりね、目の情報量を上げるのって超大事だよって言うと思います。でもこの時の僕はもうすでに知識としては知ってますから、もしねそれを聞いて、はもう知ってるよっていうねマインドだったら、ここで成長が止まっちゃって、一番左の絵にはたどり着けなかったってことなんですよね。でもそこで目の描き込みが大事だよって言われて、あ、これでもまだ足りないんだ、もっと上があるんだ、すげえってマインドだったら、ここまで登ってこれるってことです。目の書き込みが大事という言葉や知識は同じでも、成長の階段を登る高さによってここまで差がついてしまうっていうことなんです。これすごくないですか。もう知っている、そう思ってしまって、そこで成長の階段を登ることをやめてしまう人は成長が止まってしまいます。そうじゃなくて、もう知っているって思ったとしても、でももっと上に登れる、そうやって自分の可能性に蓋をしてしまわないことで、もっともっと能力を引き出す可能性が生まれてきます。もう知ってるじゃなくて、もっと上に登れる、ぜひ意識してみてくださいね。もっと早く知りたかった。さてここまでの話を聞いていて、こう思った人もいるかもしれません。もっと早く知りたかったよ。はい、ついついね思ってしまいますよね。これはですね、昔というよりかはこの年になってからの方が強く、そして頻繁にこう思ってしまうことがありますね。もっと早く知っておけば。僕は特に価値の高い情報に触れた時についこう思ってしまうことがあります。もっとこれについて早く知れたら、価値の高い人生が送れたかもしれないのに。僕はねこの YouTube を4年前に始めました。なぜかというと、表現者にとって YouTube で情報発信していくことは今からの時代すごく重要になるということを、いろいろな活躍している人の話を聞いて気づいていたからなんです。でもですね、じゃあ僕がすぐにその価値に気づいて何の迷いもなく YouTube を始められたかっていうと、そんなことはもう全然ありませんでした。むしろ最初はこう思ってたんです。あ、僕がもし10歳若かったら YouTube を始められたかもしれない。でも僕にはそんな若さはないし、芸能人みたいにルックスがいいわけでもないし、人に話をするにもすぐに上がってしまうし、絵だって僕以外にもいくらでも上手い人はいる。もっと早く知りたかった。もっと早く知っていたら、いろいろと準備する時間があったかもしれないって。でもね、これ完全に間違いなんです。それに気づいたのは、実は僕の父親の行動からでした。僕の父親ね、もう60歳過ぎてるんですけど、かなり行動力のある人なんですよね。小さい頃から見ているので、それが普通だと思っていたんですが、いろいろな人を比較する中でだんだんね分かってきました。あの人常軌を逸してます。ある日ですね、いやーステンドグラス面白いわーとかね、急に言い始めた時期があって、でね、近くのステンドグラス教室に通い始めたんです。まあ父親はね、割と急に戦闘機のプラモデルにハマったこともあったので、まあまたそれが来たのかなっていうふうに思ってたんですね。そしたらですね、ほんの数ヶ月後に、よしステンドグラス教室始めるとか言い出したんですよ。まあ、これ聞いた時にね、冗談だと思っていたんですが、急にですね、家の1階を改装し始めて、なんと本当にステンドグラス教室始めちゃったんです。
いや、成功の見込みなんてまるでないですよね。だって自分自身だってステンドグラス教室に数ヶ月前に通い始めた初心者ですからね。それにそんな初心者のもとにお客さんが来るなんていう保証もなければ、実際に自分の作品が売れているわけじゃないですからね。でもそんな状態で始めて、なんだかんだで生徒さんも数人集めてきて、でしかもなんだかんだで作品も売れて、でしかもなんだかんだで1年後には個展まで開けちゃってるんですよね。もうね、そんな自分の父親の姿を見ていたら、もっと早く知っていればなんて、まだまだ若い僕が足踏みしているのがバカらしくなってしまいました。そしてね、だんだんとこう思えてきたんです。早く知っておけばなんて始めないための言い訳かもしれない。むしろ今の自分だからその情報を大事だと思えたんじゃないか。そうだよ、今の自分だからやりたいって思えたんじゃないか。昔の自分だったらやりたいとすら思えずにスルーしていたかもしれない。そうなんです、もっと早く知りたかったと思えるということは、逆に今手に入れた情報を大事だと思えたということ、そしてやりたいと感じられたという裏返しの気持ちなんです。つまりですね、今がベストなタイミングだったということなんですよ。それにね、60歳の父親ができるんだから、まだ若い僕にできないわけがないですからね。僕はそれを父親のその姿から教えてもらった気がしました。よし、とりあえず始めてみよう。気づいたらね、 YouTube アカウントを登録していました。皆さんも僕と同じように何か重要な情報を得たり、あるいは始めるきっかけがあったとしても、もっと早く知りたかったという一言でその可能性から逃げてしまったり、気づかないふりをしている瞬間ってありませんか？それすごくもったいないです。もっと早く知りたかった、でも今知ってももう遅い、そんなことはありません。むしろ今がチャンスなんです。今のあなただからこそその情報に価値がある、そう感じられたんです。今こそベストタイミング、あなたの準備が整ったということなんです。今あなたに必要なのは一歩踏み出すための勇気だけです。さあ、もっと早く知りたかった、もっと早く始めたかったなんて口癖は捨ててしまいましょう。今からだって全然遅くありません。あなたの元に訪れたチャンスをつかむために、今から、ここから始めていきましょう。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回は成長を阻害してしまう質問や口癖についてお伝えしてきましたが、僕の動画ではじゃあ成長を促進するためにはどんなところに意識を向けたらいいのか、具体的な方法についてもお伝えしています。例えばこちら、ネガティブシェイプを知らない、それ相当まずいですよ、は絵がうまく描ける書き順について詳しく紹介した内容になっております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。